皆さんこんにちは。いつも大森ファクトリー店長の高瀬です。今回はですね、新しく発売開始された、エンジンのご紹介をしたいと思います。ここに置いてあります RB26 エンジン、前回僕が紹介させてもらった S2 エンジン、それから R2 エンジン、この2つとは別に昨年の12月から発売を開始されています。で、名前としては R3 エンジンと R4 エンジン、この2つを発売開始しました。で、今回紹介するのは、ここにあります R4 エンジンですね。なんで R4 なのかというのを簡単に説明するとですね、まず2000年ぐらいに R1 エンジンが発売開始されて、 R1 ターボキットっていうのを使ってサーキットを楽しく走るためにメニューを作りました。で、それの約10年後、2011年ぐらいに今度は R2 エンジンっていうのが設定されました。で、これは何かっていうと、ターボはそのまま R1 キットで、R35 のインジェクターを使ってより下からトルクを出せるような仕様にしました。で、そこからさらに10年、昨年ですよね、2021年の12月、ちょうど10年おきになってるのかな、去年の12月に R3 エンジンと R4 エンジンというのが発売開始されて、その R3 っていうのは何だという話になってくる と、R2 に比べてさらに低速からトルク出してるんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。新しく発売開始されたR3 ターボ、ニスモというロゴも入ってます。あと同じ同時期に発売開始されたフューエルキット、 R35 のインジェクターを使ってニスモのロゴが入った専用のデリバリーパイプを設定しました。この2つを使って、作ったエンジンが R3 エンジンになります。で、 R3 エンジンは2600cc のまま、 26Lの まま、何も変更ないんですけど、今日紹介するこの R4 エンジンはさらに 2.8Lになります。で、 2.8Lにするにはどうするかというと、ちょっとこれもごめんなさいね、見にくいんですけど、エンジンブロックのシリンダーの内径を 1mm オーバーサイズにしてあげて、ニスモの GT クランクシャフトと GT コンロットを組み入れると排気量が上がりますという仕様になります。この 2.8Lの仕様って、グラフで、うちのホームページ見るとグラフが書いてあるんですけど、純正のグラフと R3 のグラフとさらに R4 のグラフでも並べます。そうすると一番こうトルクと馬力が上に行ってるのがこの仕様なんですね。で、これをまあ使ってもらうお客様たちっていうのは、やっぱりサーキットでやっぱタイムを出したいとか、あとは長く乗るためにメンテナンスをして、さらにニスモで大森ファクトリーで一番いい仕様のエンジンを自分の車に乗せたいという方が結構相談に来てくれているので、おすすめしています。で、正直僕の中では R3 がおすすめでした。でも実際に発売開始してみると、結構今は R4 入ってますね。それとごめんなさい、もう一つ R4 を施工するにあたってお知らせなんですけど、まず一つは低配圧のチタン NE1 マフラーっていうのも去年発売開始されて、それが低オプションなので、それを取り付けることになるので、車検証の記載変更が 2.8L 2800cc なので、排気量の変更が発生します。それは型式のところに、解放の解という文字が、その2つですねを先ほどちょっと紹介させてもらって忘れてしまったので、追加させてもらいました。ちなみに今回これもうすぐそのお客様の車に乗るんですけど、お客様の中では R41号機です。すっごくこのオーナーさん楽しみにしています。なので、僕も納車の時にですね、このお客さんが喜んでくれる顔を想像しながら、僕の中でもすごく楽しみです。今回紹介したこの R4 だけじゃなくて、R3 もしくは S2 エンジン、
あとは純粋なオーバーホール、いろいろメニューまだ揃ってますので、何かこう相談事があればいつでも僕宛にご連絡ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ニスモ公式 YouTube を、いつもご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございます。ニスモ YouTube グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ニスモ also have a Twitter, Instagram, and also Facebook. Please keep supporting us. Ciao a tutti, da Ronnie da Giappone. Ciao.